ファントムナイツは倒れない、ダイヤモンドは砕けない。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウトです。さあ本日なんですが、ユウトさんがね、本日キャラクター実装になりました。キャラクターのいつも通り評価をねやっていこうかなと思っております。ユウヤと同じ顔を持つエクシーズ次元のデュエリストであると。ユウヤと同じ顔だと見えてるとしたらこいつの目は節穴です。はい、でアカデミアにさらわれた、ルリ、これかの助官をですね、助官を探すためスタンダード次元に現れると。で因縁の相手ユーゴとのデュエル、ユーゴじゃないユーゴだの人ですね。はい、ユーゴとのデュエルに敗れ、ユウヤにダークリベロンエクシーズドラゴンとデュエルでみんなに笑顔っていう、言葉を託して、ユウヤの中に、消えてきましたということですね。このデュエルでみんなに笑顔っていうこのシーンが作中アーク5では死ぬほど流れるんで、このシーン死ぬほど流れるんで、通称ファンの間では、ユウトさんのことは、笑顔ボットと、呼ばれております。笑顔ボット、笑顔さんなんていうね、呼ばれ方をね、しておりますと。で、まずね、このユウトっていうキャラクターの、紹介というか、茶番評価というかね、やっていこうかなと思うんですけど、まずですね、声ね、声星5。俺これビビったのは、ユウトさんって、あれなんですよ、高木万平さんっていう、元俳優、元声優の方がいらっしゃるんですけども、もう引退してて、もう何年前、もう5、6年前ぐらいに引退してて、で、もう声どうせやってくんないだろうなと思ってたの、ユウトさんの声ね。これね、やってくれたんですよ。多分この時、このためだけに、一応、そのデュエルリンクスに声を吹き込んでくれたっていうことで、あまりにも嬉しい。これね、このリアルで高木さんの声が聞けるっていうのは嬉しいっていうことと、あと、ユーゴも、ユーゴとユートってリアルで高木新平万平コンビっていうのがいて、双子のリアルの双子 の兄弟の方がやってらっしゃったんですよ、声優さんをね。多分ねユーゴも声来るんじゃないかなと思って、これが嬉しかったっすね。めちゃくちゃ嬉しかった。もうサプライズみたいなところですよ、これ。どうせ声違うやつなんだろうなと思って叩く準備してたら、マジで高木さんだったから、マジで神ゲー、イケボ。俺が女だったら声だけで言ってるね、もう一回聞く。よし見て、俺はユウト、エクシーズ次元のユウトだ。いやイケボだね、こんな声に生まれたかった。で、召喚工場星5。でもね、ダークリベリオンがマジでかっこよくて、一応どういうモンスターかっていうと、このモンスターなんですけど、これマジかっこいいんだよ。召喚工場、漆黒の闇よりグトンなる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ、エクシーズ召喚、現れよ、ラックキヨン、ダークリベリオン、エクシーズドラゴン。これがまあ召喚工場なんですけども、あまりにもかっこよくて、ちょっと本当に濡れる。濡れる、マジで。で、登場シーンの多さ、星1です。作中ですね、ユートさん、すぐにこのユーヤと合体しちゃうんですよ。合体しちゃって、なんか出番あんまないっていう、ユートさんのね。結構序盤、物語序盤に合体して、ユートラルって言われてるんですけども、通称ナストラル、ユートラルって言われてるんですけども、なんか合体しちゃって、あんまりね、ユートさん自身がデュエルをするっていう場面がそんなに多くないというか、少ないので、そこちょっと残念かなっていう感じですね。はい。で、重要な点。パンチ力、マジで高くて、星5です、星5。これ、パンチ力星5で、ユズを、ルリと勘違いして近寄ってくる、ルリってやつがいてさ、ユウトの彼女なんだけど、彼女と、なんかその、このユズちゃんがルリに似てるから、なんかその勘違いして黒崎っていうね、レイドラプターズ使いがね、ルリ、なぜこんなところにみたいな感じで寄ってくるんですけど、ユウトさん、腹パンバンって、一発腹パンって言って、黒崎の腹をね、ぶん殴るんですよ。腹パンプッてやって。彼女はルリではないっていう一言で、黒崎を、意識不明にさせるっていう、完全に格闘家みたいなね、能力持ってるんですよね。パンチ力は星5、圧倒的。ケシカランド、多分こいつハートランドが平和だった頃はルリちゃんとやってます、完全にやってます。なんかルリとイチャイチャしてるシーンがなんかそのアニメ内でも流れるんですけども、シンプルに羨ましいんでやめてもろてっていう、これやってますね、これやってます、黒崎さん、こいつあんたの妹でやってますよ。
まあ、茶番はこれぐらいにして、レベルアップ報酬を見ていきましょう。レベルアップ報酬なんですが、ですね、まあ、星3ぐらいですかね。星3ぐらい。まあ、一応ラキッドグローブと、この、まあ、カーストジャベリンってやつは、まあ、そこそこ強いと思うんですけど、他のモンスターはちょっとそんなに、その、まあ、ファントムナイツのプロに聞いたところ、あんま使わないですかねみたいな感じだったんですよね。まあ、テキスト読んでもそんなに強くないかなと思うので、まあ、カーストジャベリンと、まあ、ラキッドグローブ回収して、まあ、終わりかなっていう感じはするんで、まあ、まあ、星3くらいは上げてもいいかなっていう感じですね。あと、レベルアップ報酬が強くて、スキルで。これファントムタクティクスっていうこのスキル後でやりますけど、これ強いんですよ。これがレベル20でもらえるんで、まあ、これまあ評価できるなと思ったので、星は3にしました。はい。で、レベルアップ報酬は以上でございまして、スキルですね、スキルがどういう、まあ、汎用スキルがあるかっていう話なんですが、オーバーレイゲイン、オーバーレイムーブ、戦力補充、ドローセンス、魔法罠、ドローセンスやミローレベル、それから、レベルコピーみたいな感じなんで、まあ悪くはないですかね。悪くはない。戦力補充とかも使えそうだし、ドローセンス魔法罠とかも使えそうなんで、まあ、悪くはないかなと思いますけど、ここまで突出して強いわけじゃないかなっていうふうには、思います。まあ、ドローセンス闇とかローレベルはなんかアレイスター使いこなしそうなんでありますし、ドローセンス魔法罠もなんか結構ね、ライトロードとかいろいろ強いカード引いてこれると思うので、まあ強いかなと思うんですけどね。はい。だからまあ悪くないかなっていうところで、まあ固有スキルですね、見ていくのは、固有スキル、まずトラップモンスターズ。はい。自分のフィールドに存在するモンスター扱いとした、トラップカードの攻撃力、守備力が300アップするということで、まあ結構ね、トラップモンスターって1800とかの打点が意外と多かったりとかするんで、まあ、1800くらいの打点のやつを2100くらいにして殴っていけるっていうことは、2体出せば一応ワンキルが取れるかもしれないんで、まあ、これはちょっと強いかなっては思いますね。はい。あと蜘蛛王の土蔵が300になるんで殴れます。はい、以上。で、お次は、反逆の牙、ダークリベリオン。ダークリベリオン、エクシスドラゴンとシャドウベールがデッキの中に入りますよと。で、自分のフィールド上のモンスターがダークリベリオン、エクシスモンスターいたのみで、そのモンスター、こいつよりも攻撃力が高いモンスターが相手フィールドに存在する場合には、自分の手札を2枚まで選んで、ダークリベリオン、エクシスドラゴンの子の下に重ねることができますよっていうことで、これね、ワンキルかなり取りやすくなると思いますね。ダークリベリオンの下に手札2枚入れて、ダークリベリオンの効果ってこう耐性がないんで、素材がいっぱいあれば、でも2回使えるんですよ。だから、2回効果発動したら、多分結構ワンキル取れると思うんで、1回目で4000超えれば、2回目の効果で4000パンチが実施できると思うので、ワンキル取りやすいと思いますね。はい。で、まあ、ダークリベリオンが今使える、スキルはこれしかないと思うので、まあ、悪くないスキルかなと思います。はい。で、ファントムタクティクス、これが強いですね。まず、ファントムフォックブレードっていう OCG でもガチカードなんですけど、このカードを、デッキの一番下に入れることができます。これどういう条件かっていうと、手札の現役手段、ファントムナイツモンスター1体を墓地に送ると、その後デッキ外から、ファントムフォックブレード1枚をデッキの一番下に追加するよと。で、このスキルを使用したターンは自分が特殊ができるランク4以上のモンスターは闇属性の戦意族かドラゴン族のモンスターのみになると。だからまあ、ファントムナイツ、とかの、モンスターとか、あと、戦意族ドラゴン族なんで、まあ、ダークリベリオンとか、レベル4以上っていうと何がいたっけな、闇属性のレベル4、ちょっとあんま思い浮かばないけど、で、このスキルはデッキのモンスターが戦意族闇属性モンスターのみのデッキを設定してデュエルを開始した場合にデュエル中止のみ使用できるよっていうことで、縛りは一応つきますと。なんかその例えば OCG だと、まあ、悲願と混ぜたりとか、あとなんだ、あれ、サイコウィルダーとかサイコトラッカーとか、レベル3の強いモンスターと混ぜたりして、ファントムナイツって使われることもあるんですけど、まあ、その辺のモンスターは戦意族闇属性じゃないから入れることはできないという感じですね。まあ、その代わりこれはめちゃくちゃ強くて、これはどういう効果を持ってるかっていうと、まあ、デモンズチェーンみたいな感じなんですけども、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り対象のモンスターは攻撃できないし、攻撃対象にならないし、効果も動かされるよと。で、そのモンスターがフィードが入ったらこのカード破壊されるよということなんですけども、これ相手のモンスターに使ってもいいし、自分のモンスターに使って攻撃できなくさせるみたいなこともできるんですよ。なんで、まあ、盤面ロック性能がかなり高いということで、で、しかも自分は、ブレイクソードとかで、バチコリ割っていけるんで、このカードね。なんで、まあ、結構強い。で、墓地の方が回って、墓地のこのカードを除外すると、墓地のファントムナイツを特殊化できるよっていうことなので、で、これで、まあ、相手のモンスターを縛り付けながら、墓地からも展開していくみたいな動きができるから、OCG ではこれがかなり、ガチ環境でも使われるほどの強いカードと、なっております。はい。OCG でも強いんだし、リンクスでも強いと思う。これが一番強いかなと個人的には思うんだよね。で、ファントムトレード、手札のファントム魔法トラップカードを1枚墓地に送って、自分の墓地のファントムナイツモンスターを1体手札に加えるよと。で、このスキルはデッキに1枚以上のモンスターが存在している、まあ、要はフルモン
吹くもんじゃねえや、全部魔法トラップとかではダメなんですよと。でその全てが、まあ、ファントムナイズモンスターのデッキを設定すると、でも1枚以上ファントムナイズモンスターがいなきゃいけないですよみたいな感じの、デッキです。まあ、要は、1枚いりゃいいということですね。でファントム魔法トラップを墓地を送ってファントムナイズを、手札に加えるっていうことができるんで、墓地ハード稼げるんで、ファントムは魔法トラップが墓地から除外してなんか特殊召喚したりとか、墓地から除外してなんかそのサーチしたりとかいろいろあるんで、まあ結構ね強いんじゃないかなとは思う。ちょっと使ってないからまだエアパなんだけど強いとは思う多分ね。はい。でファントムリジェネレート、自分の墓地で存在するファントム魔法トラップカードを2枚まで選んで自分のフィールドのエクシーズモンスター、エクシーズドラゴンモンスターかの下に重ねてエクシーズライトするよと。だからまあ墓地の素材を供給できるエクシーズドラゴンに、まあ、ワンチャン強いねこれも。はい。で蘇るファントムナイツ、自分のライフポイントが2500以下の時に自分の手札を2枚まで戻すと、戻した数だけ自分の墓地に存在するモンスター扱いになる効果を持ったファントムナイツもトラップカードを、選んで、それを、出すと攻撃表示で、展開できるよっていう墓地のファントムナイツトラップモンスターをね。基本的にはファントムナイズトラップモンスターってなんかその直接攻撃、された時に自分 の, なんかあのフィールド上になんかカードがなければ一応出せるみたいなあの効果を持ってるやつがいくつかいるんですけど、まあ、そういう効果を持ってるとちょっと受動的なんで、まあ、これをあの強引に墓地からあの自分のターンに出せるよっていう展開に使えるよみたいな感じですね。はい。これもまあそこそこまあ使い道はあるかなと思うけど、テキスト長いね。そして疲れるんだけど。で、このスキルは、条件があって、その条件が何かっていうと、デッキにファントムナイツモンスターかファントム魔法トラップカード以外のカードが存在しないということで、あれですね、あの汎用カード詰めませんと。でエクストラデッキにファントムナイツモンスターかエクストラドラゴンモンスター以外のモンスター存在しないということで、縛りがきつすぎるという感じですかね。はい。まあファントムナイツはでも、まあ、順で組んでも結構強いと思うんで、まあ、あのおいおいねカードが実装されればこのスキルも強くなってくるんじゃないかなとは思います。今だと現状微妙だと思うけどね。はい。で、総合評価、総合評価はですね、まあスキルが星3で、まあ、カードも星3なんで、まあ、星3くらいかなとは思います。総合評価はね。ただやっぱねかっこいいっす、ユートは。僕アーク5の中でどのキャラクターが一番好きですかって言われたら、多分ねユート、黒崎、シンウィン、ソラあたりが一番好きで、まあ、ユートさんはぶっちゃけて顔がイケメンなんで、シンプルにこの顔に生まれたかったし、この声に生まれたかったっていうのはあるんですよ。なんでぜひね皆さんもね、ゲットして、育成してこのイケボをね堪能していただければと思いますんで、はい。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。